はい、アドビコミュニティエヴァンジェリストの一位です。このチャンネルはプレミアプロの様々な情報を発信しているチャンネルです。今回はですね、オーディオの神機能ですね。これすごいおすすめで、ずっと僕プッシュしてる機能なんですけど、まあプレミアというよりもオーディションというアドビの音のソフトですねがあるんですけど、それを使ったやり方にはなるんですけど、すごいワンタッチで一瞬でできるので、ぜひ使っていただけたらなと。既存の楽曲を自分の思い通りの尺に、長さに、違和感なく編集ができると。しかもワンタッチで一瞬でリミックスできるという、すごい神機能でございます。プレミアノート、はい、ではやってみたいと思います。まずですね、今タイムラインにいくつかクリップが並んでて、だいたい尺が30秒ぐらいですかね。まあ子供が歩いてて桜並木を行くみたいな、まあ仮に30秒の声つなぎをしたとします。で、ここに音楽ですね、音楽のファイルをちょっと BGM を弾いたとします。配置するとだいたい、まあ音楽がまあ映像に対してぴったり合わないで、こうオーバーしたり短かったりすると思うんですけど、それをまあ合わせるときはこうやって端っこ掴んで、こうやって持ってきて短くしてみたいなことをすると思います。ただ、こうなるとまあプツッと切れちゃうんで、ちょっとね、聞こえが悪いというか。で、ここにまあ、クロスフェードをつけたりして、まあ、ちょっと音の終わりを丸めてあげてみたいなことはすると思うんですね。ただまあこれではまあフェードアウトしたなっていうのが丸分かりなんで、できれば、この本当の音楽の終わり、はい、こういう終わった感のある音で、ここの30秒のところで切れたらなと、終われたらなと思ったりもしますよね。そういう時に今回のこの機能、リミックス機能を使えるということになります。この音楽クリップをクリックして選択した状態で右クリック、コントロールクリックですね、押すと、はい、プルダウンが出てきて、このオーディション、アドビオーディションでクリップを編集という項目があります。これをクリックします。そうすると、オーディションが立ち上がって、この画面が開きますね。はい。で、ここでまあ、音楽も飛ばされてきてるわけですけど、実はオーディション自体には2つモードがありまして、これですね、波形とマルチトラックとありますが、マルチトラックの方に切り替えます。まあ、ちょっと名前つけて、保存する画面出るんで、まあ、テストと、OK をします。そうすると、マルチトラックモードになるんで、で、ここのタイムラインですね。タイムラインに、この左上にある、さっき、プレミアから連れてこられた音楽をドラッグして配置すると。OK をします。はい、こんな感じですね。うん、こんな感じ。で、これ自身、まあ、今、フルの尺で約1分近くかな、あるんですけど、これを、自動調整で短くすると。で、そのためには、この右側ですね。エッセンシャルサウンドパネル。はい。ですね。音楽を選択した状態でこのパネルに来て、種類を選択します。ミュージックですね。今回音楽。そうすると、パネルがさらに開いて、ラウドネスとかデュレーションとかありますが、このデュレーションの部分、ここのチェックをオンにします。そうすると、保管方法と出てきますね。これでリミックスと伸縮とあるんで、リミックス側を選択してください。そうすると、自動的に分析して、早いですね。この音楽を分析しました。そして今、ここですね。音楽が54秒あるわけですけど、これをさっきの動画の尺、30秒ぐらいにしてほしいと。30と打ち込んで、リターン。はい、あっという間です。これわかりますかね？今30秒ちょっと超えてるんで、あれなんですけど、ここ注目していただきたいのが、ここのギザギザが入ってますよね。この辺とか、これ全部分割して、音楽を分割してくっつけた後なんですね。で、これを再生すると全くもってくっつけた後が分かんない、はい、分からないリミックスを行ってくれてると。すごいっすね、この機能。本当にすごいと思います。普段まあこういう作業をアナログと言いますか、自分でまあくっつけてみたいなことはちょいちょいやってたんですけど、これを自動的に、しかも自然に、音痴の僕でもできるように自然にできております。で、今まあ
30秒を狙ってやったんですけど、こう34秒になっちゃってるんで、ちょっとまあ、例えば29秒にしてみるとか、これで、あ、これで30秒になりましたね。まあ、若干ちょっと、微調というかズレは生じるんで、このタイムをちょっと、打ち替えて、思うような尺にしていただくと。はい。でですね、これを今度は、ファイルから書き出すと。書き出しの、これですね、マルチトラックミックスダウン。セッション全体と選択したクリップ。まあ今回どっちでもいいと思うんで、セッション全体と。で、あとは名前をつけて、猫01。保存先を指定して、書類というか、まあデスクトップにしようかな。指定して、OK を押すと音が書き出されます。そして、プレミアに切り替えます。で、プレミア上で、今書き出された音を指定して読み込んであげると。まあ、この作業が必要になります。で、これをタイムラインにドラッグすると、当然、はい。ちょっと以前の音を消しますね。約30秒の音楽クリップがここに並んで、動画の尺に合った音楽になっていると。まあ、ちょっとこぼれてますが、一回ちょっと再生すると、なんかまあいい感じですよね。みたいなことですね。で、これ全体普通に再生しても、音の切れ目というか、途切れた部分もわかりにくいんで、これでやるとかなり便利なんじゃないかなと思ったりします。みたいなことですね。素晴らしい。素晴らしい。このオーディションの機能すごく僕便利でちょいちょい使うんですけど、理想を言うと、このリミックス機能がプレミアの中にあると、すごく使いやすいんですけど、なかなかそれはね、未だに実現はしてないです。まあ、今後まだまだ進化するんで、つけてくれたらなと思ってたりします。はい。でですね、音楽の話が出たんで、一応このサイトも紹介しようかなと思うんですけど、モーションエレメンツというサイトがありまして、要は、音楽だとか動画だとか CG 動画も含めて、あと、アフターエフェクトプレミアプロのテンプレートも、様々販売しているサイトでございます。で、つい最近ですね、サブスクリプションといいますか、年間契約でダウンロード無制限という、システムが始まりまして、一月2000円ちょっとかな、はい、2150円ですね。年間で2万いくらかな ?2 万6000、2万7000、2万8000。なんかそのあたりの金額で、無制限に使えると。結構音楽のサイトで、これサブスクリプションが多いんですけど、音楽だけじゃなくて動画、CG、テンプレートと、これらすべて無制限なので、ぜひぜひ、気になる方は試していただけるといいんじゃないかなと思ってたりします。プレミアノートみたいなサイトもありますが、ぜひぜひね、まあ、ここで、音楽ダウンロードして、それをリミックスしてみたいなことも、すごい有効な手段かなと思ってますので、ぜひ試していただければと思っております。他にもね、質問だとか、リクエストだとか、バグだとか、情報を収集しているので、ぜひコメント欄に書き込んでいただけたらなと思っております。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。